アバーカーンは、ウェールズのケアフィリにある小さな町の自治体で、古いモンマスシャーの境界にあるクムカルウンとニューブリッジの間の、ニューポートから A467 で10マイル北西に位置する。この地区には、サウスウェールズタンデニア、サウスウェールズバレーズの炭鉱、鉄鉱所、ブリキ工場があったが、現在はすべてが閉鎖している。エブーバレーの中間地点にある町は、 グラモーガンとモンマスシャーの大規模鉱山地帯の南東に位置している。1878年9月11日には地下爆発により268名の甲府が死亡した。アバーカーンハイストリートこの地域は19世紀後半までマニズイスルインの古代モンマスシャー教区だった。1982年には地方保健委員会とアバーカーン地方行政区が設立された。 これは、1894年に、アバーカーン都市地区となり、12名の都市地区会議によって管理された。1972年地方行政法で、1974年に都市地区は廃止され、アイリンやグーエントの一部となった。1996年には、さらに地方行政組織が置かれ、カエルフェリーの領域となった。この旧都市区は、アバーカーン、クルムリン、 ニューブリッジの3つである。アバーカーンは、ウェールズラグビー連盟のメンバーである、アバーカーンラグビークラブの本拠地である。ありがとうございます。